カオさん、こんにちは。こんにちは。なんか今日、いつもと違うクラブ入ってますけど。俺のマーベリックはこれだってやつね。え、なんかそういうなんかマーベリック宣伝してなかったっけ？そうでした。俺のマーベリックはこれだ。いや、これね、はい、もらってきたんですよ。買ってきたんじゃないですか？買ったんじゃないんですよ。お世話になってる方からもらったんですよ。はい、昨日もらいまして。昨日。で、今日の午前中ですね、はい、シャフト交換しまして、はい、初打ちです。早いですね、なんでも。で、このマーベリックのユーティリティなんですけど、はい、見えますかね？マックス。マックス。一番優しいやつですか？なんか、一番優しいモデルっぽいね。プロとかあるみたいなんですよ、はい、ちょっと何も知らないでもらったんです。で、5番、はい、ユーティリティなんですけど、はい、ロフトが24度。おちょっと、このやつ立ってる感じですかね。まあ、立ってるよね。そうですよね。で、僕3番のユーティリティ21度 で、はい、で4番のユーティリティ、これこの動画が先かどうかちょっと分かんないですけど、まあ、オンオフのユーティリティをね、まあ、この間作ってきたっつって、はい、2日でクビになったんですよ。早い。、うん、で、そのオンオフのユーティリティの24度のやつ、はい、シャフトを抜いて、はい、これに差し替えてきて。あ、そうなんですね。そうです。で、ちょっと、まあ、打ってみようかと。まあ、前もね、はい、話したと思うんですけど、はい、僕4番ユーティリティ死ぬほど作ってるんですよ、今まで。死ぬほど打ってますよね。死ぬほど作ってはダメで、作ってはダメで。で、今度こうもう表示は5だから。飛び越しちゃってから。気持ちが、そうですね。うん、飛び越しちゃってから。じゃあ、まあ、とりあえずこれで、まあ、これの今日はさ、打感とか、はい、まあ、飛び方とか、はい、まあ、シャフトはちょっと参考にならないと思うんですけど、まあ、シャフト参考にちょっと、じゃあ、3番のユーティリティと一緒の、変わらず、ダイナミックゴールドだね。はい、AMTX100、はい、白ですね。これを、刺して。あれ長さ、シャフトはもともと U2 の長さのシャフトでしょ。そうです、これは U2 のやつを U2 じゃない、2番アイアン用の、はい、AMTX100 を UTT に刺してます。ああ、はい、ちょっと柔らかくするためですね。はい、で、今日ちょっと、まあ、さっき何発か打ちましたけど、はい、感触は悪くないですね。まあ、これはオノフの時も一緒でした。いつもそうやって毎回言うんです。まあ、ただ今回は、まあ、これ僕がね、はい、次の動画で、はい、打ってるかどうかは分かりません。分かんないですけど、皆さんにこのマーベリックはこうだよっていうのを、あーマーベリックマックスマックスを、うん、はこうだよっていうのをちょっとこう言っていけたらと思うんで。分かりました。はい、じゃあちょっと打っていきますか。やっぱそうですね、はい、一発。ちょっと風強いんですけど、はい、練習場なんて関係ないでしょ。カゴで、うん、あのボール隠れてたんで、マオコさんなんか素振りしたみたいになってた。ちゃんと映してくれる。ちゃんと映してくれる。本当に打ったのかなみたいな。もう一回いきます。はい、めっちゃいいんだけど。めっちゃいいですか。めっちゃいいね。何がいいですか。え、なんか、はい、まあ、マックスじゃないですか。はい、飛びそうじゃないですか。飛びそうですよね。飛び方がね、まあ、僕の打ち方がちょっとダウンブローっていうのもあるんですけど、はい、ちょっとこう、なんて言うんだろう、僕のイメージ的にはこう飛ぶかなと思ってたんですよ。あ、山なりにこうドローンっていう、はい、でも打った感じはちょっとこうです。あ、そうなんですか。うん、まあ、僕の打ち方もあると思いますけど、はい、ちょっとこう上がっていく感じしますね。じゃあスピン量が多いってことですか。スピン量、そうだね、まあ、俺がマックスに多いからね。もうなんか何がマックスか分かんなくなってきた。音とかも、キンっていうの言ってる。まあ、ちょっと言ってますね。言ってる。でもね、気にならないね。あ、うん、まあ、こんだけ言っといて、はい、明日のバックに俺が入ってくこれが入ってくるか分かんないけどね。まあ、キンって言ってか、まあ、ユーティリティって感じの音が。3発って3発同じ球出た。でも最強じゃないですか、じゃあ。うん、で、まあ、ちょっと見てもらえますか、この顔といいますか、はい、ちょっと寄ってもらえますかね、カメラずーっと。
とね大きいんですよ。大きいですね。うん、で、はい、まあベース面がちょっと黒っぽくで下までしっかりありますね。そうだね。こんな感じでなんかついてます。フラッシュなんとか。フラッシュフェイズなんとかなんとか、ね。うん。なんかここ棒が入ってるんでしょうね。で、ちょっとね。まあ、24度で、はい、まあ、僕の前オノフのやつと比べるとオノフのやつはすごいしゃくれたりですよ。顎が言ってましたもんね。顎が出てた。これはそんなに出てないかな。どちらかっつったら俺の感覚で言うと、はい、ヘッドは大きいんだけどアイアンみたいに打つ感じ、はい、なんかちょっとグースあってピンのアイアンになんか近いんですかね、うん、なんかこう入ってるね。そうですね、こっちに入ってるベースがこうしゃくれてないから、はい、だから球を左に置きたい人とかはちょっとフェースが左に向いてるように見えるかもしれないけど、あ、ワッフォさんちょっと右目ですね、まあ、俺右目でこう抑え込んじゃうからさ、はい、これちょうどいい感じだね。ちょっと後ろから撮ってもらえますか。わかりました。じゃあ2いきますね。ボールは追えないと思いますけど。ボールを追うの結構大変です。もう一球、もう一球打ってください。何なの？球は追えないけど。でも、さっきから僕さ、はい、自分の4番やん打ってたんだけど、球全然上がんなかったのよ。全然上がってなかったですね。やっぱもうユーティリティ慣れしてきてますね。それに比べるとやっぱユーティリティいいね。まあ入れるかどうかわかんないけど、はい、打ちやすいかな。まあだから、まあ、皆さんのクラブセッティングによって、はい、その5を4代わりに使うのか、あ、まあ、5を5代わりに使うのかはちょっと自分の5番円とか6番円のロフトとか4番円のロフトを、でも僕の4番円は22度だからね。あ、ピンは22か20度、そう寝てるんだ。でもユーティリティは寝てるぐらいじゃないと飛んじゃうから。だって球上げたいのに止めたいのに飛ばしたら意味ないじゃん。奥突っ込んできました。奥突っ込んできました。じゃあさ、はい、ちょっと低い球も打ってみるわ。あ、お願いします。ちょっとまだ練習一発もしてないけど。なんかめっちゃ感じいいっすね。感じいいね。マックさん、あと練習場でいつも、うん、打って、お、いいね、いいねって。間違いない。コース来たら、クビになる可能性ある。でも今のところは、感じいいです。感じいいですか。まあ、抑えるときは。僕もさっき見た感じだと、うん、なんかこう結構捕まりやすい感じですかね。捕まりやすいから。そんな感じするか。そんな感じしますかね、うん、だから余計マックス。確かにマックスはそういう顔なのかもしれない、うん、そうだね。で元が入ってるシャフト何か知らないんですよ。もう抜いた状態でいただいたんで。あ、まあ、純正がどんなのか、純正がどんなとかは知らないですけど、僕はスチールに変えて、まあ、使うんで、まあ打った感じはいい感じかな。ちょっとさ、まあ、俺言ってもユーティリティあんま得意じゃないから。もうユーティリティの達人に間違ってもらうわ。僕打っちゃいます。買っちゃいますよ、僕もよかったら。マックスだね。マックスだね。まあちょっと打ってみてよ。わかりました。うん、これなんかピンクに混んで。どうですか。いやちょっと今なんか言おうとしたことが放送禁止用語になんじゃねえかなと思ってやめました。そうなんですか。そんな卑猥な。まっちゃん、まあ練習、まあとりあえず打ってないから、まあ打ってみて一回。すごい優しい顔が。まあ練習だからね、ちょっとトップ目に。ちょっとですね。まあこれがガチですからね。おお。もうまあまあいい感じだよね。いい感じです。浮くよね球が。浮きますね。うん、でもやっぱそのワッコさん、なんかどちらかというとやっぱり、うん、ワッコさんに右ボール右目に置く人の方が、
やすいかな。はい、ちょっとやっぱ左目、うん、一気目ちょっと左目置いたんですけど、うん、どうっすよ、なんか打ちづらい感じする。やっぱ左、フェースがちょっとこう、あーね、左に置くとどうしてもね、はい、ちょっとこう右目に置いて、うん、まあ、またそんな右目じゃないよ、これこれ右じゃないそんなに右じゃないから大丈夫だよ、真ん中ぐらいだから真ん中ぐらい置いて、うん、潰しに行くぐらいがちょうどいい、ちょうどいいか。ああ、いい感じだね。はい、そっちの方がなんかいいよね、ラインが出そうな、うん、マーヴェリック、マーヴェリックいいですね。打感も、まあ、ちょっとソリッドな感じで、はい、ちょっとだけキンって言って、まあ、低くも抑えられるし、まだソリッドって何ですか急に。いや、打感がソリッドをその求められると俺も説明できないよ急になんかソリッドとマイルドだよあ、ソリッドとマイルド、はいはいはい、あれじゃあ私さ、ツアーステージのボールでソリッドとあのマイルドみたいな出るだろ、知らないマイルドが柔らかいでソリッド硬いみたいな、そんな意味だから急に英語使ってくる、知ってる英語出しちゃった、まあ、マーベリック、はい、ユーティリティ、はい、マックスね、このタイプはマックスですから、マックス、あと何種類あるんですかね、知らないですで、まだホームページも見てないんですよそうなんだ、見てないですし、はい、知らないんですけど、でもこのマーベリックを、はい、なんだ、このマーベリックユーティリティでこの YouTube で検索した人はもう多分俺たちより詳しいからだってホームページをいろいろ見てこれに俺らの動画にたどり着いてるわけだから、確かにそうですね、うん、俺らより詳しいやつだからまあその辺は言わなくて大丈夫確かにそうですねだから、はい、なんていうの、そのマックス、まあ、僕ら、まあ、僕プロゴルファーね、まあ、俺らプロゴルファーが、はい、マックスでも使えるというか、あ、確かそうですよね、そうそう、なんかプロだからそのプロタイプのちょっとこう優しい、まあ、難しいモデル、はい、使わなきゃっていうなんかっていう感じじゃなくて、まあ、優しいモデルで、まあ、普通にこうスチールとか、はい、自分に合ったシャフトを入れれば打てるから、プロで優しく使えるのと、うん、アマチュアの人はもうよりそうだね、使えるとですよね、うん、まあアマチュアのもっとさ、まあ80代90代の人が打ったらプロの方が扱いやすいって人もいるかもしれないけど、まあ、あんまり関係ないってことだよ、まあ、確かにそうですね、うん、ヘッドが大きいだけ、ヘッドまあ大きくて、まあある意味優しさは優しく見えるよな、抜群ですね、うん、そのコントロール性とかってよく言う人いるじゃん、はい、4番アイアンコントロールできねえから俺とかでも確かにそこコントロールできたら多分世界行ってる、世界行ってるでしょだからまず球が上がることだから、はい、球が上がれば抑えることもできますから、あ、確かにそうですね、そうだよね、僕最近ね、球の高さに悩んでますから、そうなんですか、うん、やっぱり4番アイアンとかはさ、はい、まあ、まっすぐ打つ分にはいけるよ、はい、でもやっぱりロングゲームでその硬いセッティングとか行った時にいつも難しいなと思っていつもユーティリティを作ってもらうんだけどいつもダメになって4番アイアンで永遠に転がってるって感じなんだもう行ったり来たりですね、行ったり来たりしてるから、まあ、これが、まあ、さっきも何回も言ってますけど僕のバッグに入ってるかどうかは分かんないですけど、まあ、とりあえずはまあ何日かね、はい、あの使って試したいと思います。わかりました、今回はマーベリックの、マーベリック、はい、打った感想といいますかね、僕が使うのか分かんないですけど、まあ、そんな感じで皆さんも参考にしていただければと思います。わかりました、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。